全力のパフォーマンスを直接お見せすることが私たちの使命。昨年はそれができず、悔しい思いで1年を過ごしました。そして2021年、久しぶりの有観客ライブ、バディーズに会える。込み上げてくる緊張感、懐かしい会場の雰囲気、確かめ合う絆、全身で感じる熱気と期待。私たちはこの空気が大好きだ。いろんな思いが重なり合うこの空間で、これからもっと素敵な景色が生まれていくんだろうな。桜は儚く散ってもまた何度でも咲き誇り、美しく舞う。そんな桜のように、来年はさらに大きく成長した姿を皆さんにお届けしよう。今年も1年ありがとうございました。2022年の桜坂にご期待ください。